シリーズの初日の戦いが展開されています。ボートレース尼崎、迎えるカード4レースです。対戦メンバーは1号艇岩瀬祐介、2号艇石野孝之、3号艇宮地元樹、4号艇斉藤仁、5号艇小月博士、6号艇徳増秀樹、以上の6名の対戦となります。1号艇の岩瀬がインコース進入ということになってきます。その外側2コース、どうやら6号艇の徳増ということになりそう。進入から濃く迫りました6号艇の徳増が回り込んでの2コースの形。本番レースはセンター3コースを選択か、2号艇の石野、さらに外に続くのが3号艇の宮地、そして4号艇の斉藤、5号艇の小月と続いていきます。インを取り切ったのが1号艇の岩瀬、回り込んで2コースどう迫るか6号艇徳増、2号艇の石野がその外へ続いてセンター3コースの進入、引いて角になるのは3号艇の宮地です。4号艇の斉藤、この外に構えて5コースの形。ダブルエース機と評判の10号機を手にしたのはこの4号艇斉藤、5号艇地元の小月がその外に続いて6コースから。2対1対3と分かれました。並び1から1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタート3秒スタートしました。トップタイミングを決めたのは角4、3号艇の宮地、そのうちから2号艇の石野が1番組一気に攻めていきます。3号艇の宮地がその懐をズバッと鮮やかに打ちをついて5号艇の小月です。バックへ入りまして、先頭は3号艇宮地、2番手から続くのは5号艇の小月、外から2号艇の石野、なおスタートは正常でした。2マークをトップで回ろうと3号艇の宮地、2番手から続くのは5号艇の小月、上位台形3番5番の台形、3番手内を捉えては2号艇の石野、その後方からは4号艇1号艇6号艇が続く。2周目で入っていきまして、先頭は3号艇の宮地元木、2番手から続くのは5号艇の小月博士、上位台形は3番5番となります。2号艇の石野は3番手、4番手に4号艇斉藤、5番手内1号艇の岩瀬、後方6号艇徳増となっています。2周にマークで入りました、先頭3号艇の宮地です。2番手から追走は5号艇の小月、そして3番手からは2号艇の石野、上位台形352、4番手以降4号艇1号艇6号艇が追走、最終周回に入りました。センター3コースから2号艇の石野が先に仕掛ける形となりましたが、その外4コース角トップスタートを決めていた3号艇の宮地が鮮やかにその内懐に飛び込んでいます。5号艇の小月が2番手を追走で、2号艇の石野が3番手、上位台形3号に、4番手以降4号艇1号艇6号艇が続きます。ラストマークの旋回からホームへ帰ってまいりました。先頭は3号艇混戦電光石火の突き抜け、3号艇の宮地、2番手追走5号艇の小月、3番手から2号艇の石野、4レース、先頭3番宮地5塁、2着5番の小月5塁、3着2番の石野5塁、4番斉藤、1番の岩瀬、6番の徳松5塁。以上は尼崎第4レースでした。